どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。一番最後、本当にこの動画の最後終わる直前に、もう本当にギリギリまでこうこっち向かって歩いてきてるんだけど、はい、さあ今回のゲストはですね、お笑いコンビのお二人なんですが、怪談話とかね、そういった話もたくさん持ってるという、すごいお二人です。スモーキードライのお二人です。お願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。二人同級生なんですか？そうですね、はい、小学校から野球のチームが一緒で、うんうんうん、気づいたらコンビを組んでる気づいたら、まあ、確かにそうですね。あ、そうなんですね、はい、でどちらも地元が割と一緒で、はい、蒲田近辺というか。そうですね、蒲田近辺ですね、まあ、東京最後のスラム街という、はい、そんなことないと思いますけどちょっとやんちゃだったらしいなっていう話も聞いたことはあるんですけど。そうですね、はい、まあまあ本当にちょっとではあるんですけど、ちょっとでは、はい、ありますね。で、特にあとちゃんの方が、仕事で最近何度かね、ご一緒させていただいて、はいはい、それが怪談系のお仕事 で、 そうです、ね、この風貌なんだけど、結構この語り口もすごくて、また独特の切り口の怖い話たくさんお持ちなんですよね。はい、蒲田近辺の見た目怖い人から聞いた怖い話。ダブルで怖いですから、ね、怖い怖いですからね。そうですね。で聞いたら、その相方のね、友和さんもそういった話をお持ちなんですね。そうですね、まあ、僕どっちかっていうと田園調布寄りの方で、まあ、生まれた育ったんで、ハイブリッドできてるのかなっていうところで、はい、そこまで蒲田寄りではないんですけど。なるほど。はい、で、YouTube チャンネルもね、はい、お持ちでして、チャンネル名が、はいはい、スモトラ TV っていうチャンネルでございます。これ内容が、まあね、怪談系であったりとか、心霊スポットに行ったりとかっていう。そうですね、最初はもう心霊スポットばっかり行き始めたんですけども、思えば自分たちも怪談あるなとか、お仕事してるとやっぱり怪談話を聞くことも多くなってきたので、それをちょっと最近はお話しさせていただいてます。何本ぐらい上がってますか今？ちょうどこの前100本ぐらいになりましたね、1年間で、はい、ぜひ皆さんね、URL の方ですね、概要欄貼っておきますので、ぜひぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スモドラ TV です。お願いします、はい、お願いします。さあ、で今回はあとちゃん、はい、はい、お話ね、早速伺いたいと思うんですけども、はい、いいですか、じゃあちょっとお願いします。はい、僕の地元、蒲田の先輩、ラッパーをやってる先輩なんですけど、うん、その方から聞いたお話で、まあその方結構こうちょっと悪い感じ、昔からじゃないですけど、こう高校時代からこうバイクを乗り回すのが好きなタイプの方でして、はい、でその方が高校2年生の時だから、今から考えると20年近く前のお話になるんですけれど、その方、まあ大田区にある池上本門寺っていうお寺さんあるじゃないですか。知ってます、はい、はい、そこがまあ不良のたまり場じゃないですけど、そういう、まあ、場所にはなってたんですよ、うん、こうお山があって、一番上に本堂、裏はもうお墓だらけっていうような場所なんですけど、でその裏ってやっぱ暗いんで不良の方たち集まりやすくて、でその先輩も、その池上本門寺の裏で友達とかと集まって、で夜になってみんなでバイクでどっか遊びに行くみたいな、まあ、遊び方をしてた方たちで、で、ある、まあ、夏の日ですね、こうみんなで集まってて、今日どこ行こっかって、じゃあちょっと心霊スポット行こうっていう形になりまして、まず羽田の赤鳥居っていう、大田区にある心霊スポット行って、はい、で何もないなって、で溝の口まで走らせて、溝の口にもある心霊スポットがあるんですけど、そこ行って何もないなっていう霊園なんですかね、うん、霊園に行って、で何もないなって帰ってきて、でどうする、何もなかったな、つまんないなっていう話を、まあ、仲間内でしてて、そういえばこの池上本門寺も心霊スポットらしいよって、まあ、お墓もあるしって、でここの公衆トイレがめちゃくちゃやばいらしいと、うん、あそうなんだ、なんか女性の霊とか出るらしいよみたいな話をしてて、じゃあ入ろうぜってなって、公衆トイレ入って、1個目の扉バッて開ける、2個目の扉バッて開ける、3個目の扉バッて開ける、だ何もねえじゃねえかっつって、こうバーって出てきたんですよ。
でその当時やっとガラケーにカメラがついて、うん、でそれで動画を撮影しながら回ってたんですって、こうわーって回りながら。で3人いる中で後ろで1人がこうゆっくりついていって、なんもないなーって出てきて、うん、でこうトイレの前で何もなかったな、つまんないな、どうする、帰る、みたいな話を3人で喋ってる、こう顔を向き合わせながら、でそれを遠くからガラケーでちょっと撮ってるんですよ。でそうするとね、急にガラケーの画面がバッてノイズが入って白黒に変わるんですよ、うん、でこう3人が向かい合ってたのに、みんな同じ方向向いてるんですって、違う方向を、うん、それがトイレの方なんです、はい、で現場ではこっちから落としたな、なんか聞こえたぞっていうふうに喋ってるんですけど、もうその携帯の動画には音声はもう入ってないんですって。へ、口パクパク、みんな指さしてるトイレの方で、そのみんなで現場でじゃあちょっと落としたからトイレもう一回見に行こうかっつって、3人がスーってトイレの方に抜けた瞬間に奥に赤い服を着た女性が立ってたんですって。え？で動画はそれで終わってるんですって。でそれをみんな集まって、わこんな動画撮れたわっつって、でみんなで確認してるんですって。わ赤い服の女性いる、怖いねっていう話をして、ん？音声切れてるのになんか聞こえないかって、バーッと音量上げたら女性の金切り声が入ってたんですって。でその動画を撮った方、ちょっとお会いしたいんで僕ちょっと会わせてもらえないですか、ガラケーなんでもしかしたらデータとか残ってないかもしれないですけど、もしそれちょっともらえたら嬉しいなっていう話を、そのラッパの方にさせてもらったんですけど、あごめんって、そいつその直後に自殺未遂しちゃってもう会えなくなっちゃったんだよねっていう、もしかしたらその赤い女性を撮ってしまったことでそういう風になっちゃったのかもしれないですけど、で あそっか、じゃあ動画ないならこの話、まあちょっとこう証拠としがないからちょっと弱いかなと思って、でもまあ個人的にちょっと池上本門寺をバーって調べてたんですよ、うん、そういう赤い女性出んのかなとか曰くを調べてて、そうしたらツイッターになんか変な動画が上がってたんですよ、はい、この動画ですね、池上本門寺スペース心霊で調べてくれるとツイッターで上がってる動画なんですけど、おこれですね。え？ノイズが入って白黒に変わるんですよ。急に。本当だ。急に画面がバチバチってこうね。なって白黒に変わって、でその後奥から人がとことか歩いてくるんですよ。ただその挙動っていうのがちょっとおかしくて、歩いたと思ったら。止まって、歩いたと思ったら止まってっていう不思議な動きをしている人が本門寺の裏側にある方から、確かに左側の方から奥から人が、はい、こちら前の方に向かってどんどん近づいてきてますね。そうなんですよ。あれ消えましたよ。そしてそうなんですよ、止まったり動いたり消えたりするような感じで、この人よく見ると別に赤い服は着てなかったんですよ。ただ本門寺の裏側から来たんで、お墓とかのある方なんですよ、うん、もしかしたらその赤い霊の方に取り憑かれてそういう変な挙動をしてたのかなっていうような動画になってますね。夜のね、本門寺、夜の本門寺なんですね。そして奥の方から人が歩いてくるんだけど、なんかその前にバババババってこう画面が乱れた後に白黒に変わりました、ね、白黒に変わって、本門寺の裏側から来てるんで、もしかしたら今でもその赤い霊の人がいて、その人に取り憑かれちゃった人なんじゃないかなっていうような。え、最後、え、最後なぜこれ、ま、人もうまんまでやりくるじゃないですか、はい、一番最後、そうなんですよ。普通のこの体、ここも影もなくて、なんか体透き通ってますね、なんか白くて。あ、本当だ。何これ、最後、え、それ気づいてなかったんですか。それ気づいてなかったですね、最後の方までは。え、一番最後、本当にこの動画の最後終わる直前に、もう本当にギリギリまでこうこっちに向かって歩いてきてるんだけど、
なんかその姿がちょっと宇宙人みたいな、ちょっと透き通ってるような、なんかそうですね、影も一切映ってない、何か人影がスーッて歩いて帰ってきますよね、うん、もしかしたら途中まで本当に影がなかったってことは、なんか取り憑かれてた可能性とかも、なんかあの影ある時もあったんですよね。そうですね、途中最後光の加減なのかな。そうなんです、どうなんですかね。ただここに映ってる人は赤い服着た女性ではないんですけど。そうですよね、はい、ただちょっと途中途中の挙動がすごくおかしくて、もしかするとその本門寺のお墓があるあたり、裏側の公衆トイレで赤い女性を見てしまったのかもしれない。そうですね、そういう映像になってます。いやー、その当時のねガラケーで撮られたという、まあそのね映像はねちょっともう今は見ることできなかったんですけど、ちょっとこの定点カメラの映像を見ると、これ最近じゃないですか、割と1年ぐらい前の、ね、はい、なので未だにその本門寺には、そうですね、赤い女性がいるのかもしれないですね。かなりリンその話とこの映像のリンクする部分が多かったんで、もしかしたらっていうのはありますよね。そうですね、はい、はあ。 YouTube チャンネルの方で今度上がるのかな、あれと多分もう上がるタイミングだと思うんですけども、ね、この検証しに僕ら池上本で行きまして、え、はい、夜回ったんですけど、最初はそんなに怖さもなかったんですけど、回れば回るほどですね、ちょっと恐怖に僕らも襲われる回になってまして、それは YouTube で上がっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきたいですね、はい、よろしくお願いします、はい、で今回このお話だけじゃなくって、はい、なんかどうしてもこう見せたいんだっていう、あ、そうなんですよ、写真がある。僕らがそれこそ怪談を始めるきっかけになった写真ではあるんですけど、はい、それこそ七不思議のノブさんと一緒に怪談のイベントに出た時、それこそノブさんが、怪談の仕事を解禁、うん、これからやっていくぞっていう初めてのイベントで、僕らも初めて呼ばれた怪談のイベントで、一応出させていただいた写真なんですけど、それが僕が大学時代に、心霊スポット山上トンネルっていう心霊スポットに行った時に、一人の後輩が女性の声が聞こえる、女性の声が聞こえる、女性の声が聞こえるってこううずくまっちゃって、うん、でその後日に撮れた写真がこれなんですけど、おお、すごい楽しげな、ね、はい、集合写真ですよね。皆さんピースなんかされてまして、はい、右上の方に、え、なんか映ってます？はい、ちょっと待って、え？白い、え、ちょっとまさか、え、まさかこの後ろに映ってるやつ、もうがっつりが映ってる、え、これって人いるんじゃないですか。それ人いないんですよ、ここいないの。頭数が全員、人足りてて、でその茶色いスカーフ、こうストールを巻いた女の子を壁にもたれかかってるんですって、はい、だから人が入る隙間もなくて、でその茶色いストールの女の子が泣いてる泣いてる泣いてるってうずくまっちゃった女の子なんで、もしかしたらそのトンネルから連れて帰ってきちゃったんじゃないかなっていう。ちょっと完全に目も口も髪の毛も長い髪の毛がしっかり見えて、はい、そうなんですよ。あ、でも確かに、はい、アップにして見てみるとやっぱりここの正気がないというか、そうなんですね、やっぱ人じゃないのかなって。一応これ補足じゃないですけど、一回ですね、4年5年前にテレビのオーディションがありまして、はい、それが怪談ホラーをやるっていう企画のもと、僕らもそれに参加させてもらって、この心霊写真を持って最終まで進んだことがあったんですね。でいざもう撮ろうみたいな、出るぞみたいなタイミングになった時に、そのオーディションでこんなものを世の中に出せないって言われて落っこってしまった写真を、僭越ながら島田さんのチャンネルでいわゆるテレビで怖すぎて出せないよって言ってお蔵入りになっちゃった写真撮ってる。そうですね、はい、これがまあ怪談を始めるきっかけになった写真ですね。テレビでね、はい、使えるか
こんなん世に出しちゃダメだろうって言った方の写真をここで普通に出しちゃってるっていう皆さんに見ていただいてるわけですけども、はい、そうですね、はい、これはどうでしょうか。なんかとりあえず見ても大丈夫なんですよね。見た方に何か被害がとかは、はい、そうですね、見た方に被害もないし、僕携帯に入ってても健やかに生活してるんで今のところ大丈夫そうではあるんですが、やっぱちょこちょこコメント、他のチャンネルとか自分たちのチャンネルでもこの写真だけは紹介したりするときにやっぱり気持ち悪いとか、まあ、体調崩すまではいかないですけど見られないっていう方も今いらっしゃるので、ぜひちょっと気をつけて見ていただけると、はい、でも何がすごいって、あれだけ怖かった本門寺の話がちょっと忘れかけちゃう失礼な話なんですけど、いやちょっとインパクトがすごかったので、はいはいはい、ちょっとまあ何でしょう、今回に関してはね、見る勇気がある方だけ見てください。たくさん見てほしい、ね、閲覧注意という形で、はいはい、ありがとうございます。はい、今回アトちゃんで、はい、次回に友和さん、はいはい、話していただくんですが、はい、僕もちょっと今回動画付きのお話をさせていただこうかなと思いまして、はい、動画はい、そうですね、それは見ても大丈夫なやつですか。あ、これも全然見ても大丈夫です。でかなり衝撃的、はい、そうですね、あのやっぱお話があってのそこの動画っていう感じなので繋がってくるところで、皆さん次回は、はい、動画付きという、はい、とんでもないお話飛び出そうなので、楽しみにしていただきたいと思います。さあゲスト2回目、スモーキードライのお二人です。お願いします。よろしくお願いします。スモーキードライの高野です。よろしくお願いします。アトちゃんです。よろしくお願いします。前回ね、アトちゃんにお話、ね、していただきまして、はい、でお話もすごかったんですけど、最後衝撃的な心霊写真そうですね、殿下の宝刀もうね、はい、あれを見ていただくとこの二人がどれだけねやばいのか分かると思いますよねで前回アトちゃんですよ、はい、でアトちゃんはね正直その怪談番組で何とかご一緒してたので、はい、ああいう怖い話をするのは知ってたんですけど、はい、高野さん、はい、友和さんですよ、はい、相方さんの方もそういうのお詳しいんですね。そうですね、 あんまりコンビいないと思うんですけども二人とも好きで、で怪談話とかも最近やり始めまして、うん、僕はもう羨ましくてしょうがないですね、相方それこそコンビを組む前のシンプルな友達時代から一緒に心霊スポット行ってたんですよ、うん、そうですね、好きなんですね、はい、僕は最初でも嫌々だったんですけど、うん、どんどんそういう魅力とかにハマってしまいまして、今はまたそういうのお話もさせていただいてるっていう感じですね。で前回の最後にね、ちょっと前振りありましたけども、はい、今回は動画、そうですね、動画をちょっとつけさせていただいてるお話というか、早速いいですか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。これはですね、僕らそれこそスモドラ TV という、まあ、YouTube チャンネルをちょうど1年ぐらい前に始めたんですね。で最初はまあ何やろうかなみたいな話をしながら、もうすぐ、オカルト心霊スポットを回るっていうチャンネルにして、やってったんですけども、はい、冬ぐらいですね、去年の冬ぐらい、まあ、初めて 3,4 ヶ月経った時に、ある友達から LINE をもらいまして、でその友達っていうのがまあ女の子なんですけども、昔それこそYouTube やる前の時から友達の子でして、全然連絡とか取ってなかったんですよ、うん、その子から急に連絡が来て YouTube 見てるよみたいな連絡をいただいたんですね。でまあ嬉しくなってありがとうねみたいな話をしてたら、心霊スポットとかいっぱい回ってると思うんだけども、そういったところに落っこってるものを触らないでねって LINE が来たんですよ、うん、でまあ分かったよって話はしたんですけども、なんでっていうのでちょっと気になりまして、でまあ一応そのお話なんですけども、その子が今は東京に住んでいてお仕事もされてるんですけども、実家が九州なんですね、はい、で九州出身で、まあ、一応コロナの影響でなかなか実家に帰れない日々だったんですけども、去年の冬あたりちょっとだけ緩和したタイミングで実家に帰ることになりまして、でその家族が両親とお兄ちゃんがいて、でお兄ちゃんは奥さんもいて、で2歳ぐらいの子供が生まれて、うん、でその3人家族と両親とっていうところの家なんですね。でお兄ちゃんは別で暮らしてて、その子は実家に、帰省したんですけども、うん、帰ったタイミングでその両親と、その子とそのお兄ちゃんの家族一家総出で九州市内近いところ旅行しようっていう話になったらしいんですね、はい、で旅行をしてたらですね、いろいろ買い物したりとか、いろんなとこ巡ったりして、最後に両親からのリクエストで大仏に行きたいって言われたらしいんですよ、うん、
大仏、はい、でその大仏っていうのがめちゃめちゃ大きい大仏で中に入れるような、うん、まあ、大仏らしいんですね。でなんでそこに行きたいかっていうのもわからないまま、まあ、両親のリクエストだったんでお兄ちゃんの家族とその、その子の家族で、まあ、行ったらしいんですね。で中をこう回ってまして、で結構綺麗にされてるような場所で、その中を入っていくんですけども、一番最後のところにたどり着いたら綺麗なお花となんか祭壇がポンってある場所らしいんですよ、うん、ですごい綺麗にされてるなぁなんて思いながら、まあ僕と年も近いその友達なんで普段は絶対そんなことないんですけども、なんか一つ気になったものがありまして、はい、っていうのがその祭壇の前に手紙が置いてあったらしいんですよ、うん、いや手紙置いてあるなって裏返しらしいんですけども、何も書いてない、まあ本当に意味大人なんで普段は絶対そういうの触らないんですけど、なんかその時は誘われたのか分かんないですけどそれを手に取ったらしいんですね、うん、で裏面何も書いてなくてパッて表面を見たらあなたへって書いてあったらしいんですよ、うん、ただそれだけ書いてある、はい、で不思議だな、なんだろうこの手紙って思ってたら、お兄ちゃんがパーって駆け寄ってきて、何してんの、いやなんかこんな手紙が置いてあってさって言ってお兄ちゃんに渡したらしいんです。お兄ちゃんもこう見てあなたへって書いてあるね、何これ気持ち悪いねみたいな話をしてたら、両親がまた今度来て、はい、あんたそんなもん触んじゃないよって怒られたらしいんですよ。あ確かになと思いながら、まあ、その手紙をまた祭壇の元に戻したらしいんです。元に裏返しして戻して、で、大仏を出まして、その日の旅行が終わりまして、うん、で、実家に帰りまして、お兄ちゃんの家族と両親とその子で、まあ、ご飯食べながら、でお兄ちゃんたちはその自分たちが住んでる家にその日は帰ったらしいんですね。でその子は実家に泊まることになりまして、普通に夜寝てたらしいんです。そしたらなんかある夢を見るらしいんですね、うん、その夢っていうのが小さい女の子が出てきまして、その女の子があの黒い雰囲気というかオーラをまとってるらしいんですよ、うん、で全然知らない子で、なんだろうこの子って思ってたんですけども、表情が全くないんですって。怒って泣いてるとか怒ってるとかじゃなく、もう無表情で見つめてくると。ではなんかちょっと気持ち悪いなと夢の中で思ってた途端にバッて首絞められたらしいんですよ。でぐーってその小さい女の子に首絞められて、苦しい苦しいと思いながら、夢の中で頑張ってもがくんですけど全然取れなくて、あもういよいよ死ぬかもしれないって時にパッて目が覚めたらしいんですね。で何だったんだろうって思いながら目は覚めたんですけど、まだ苦しいんですって、うん、で何だろうと思ってパッて首元見たら自分で自分の苦しめしたらしいんですよ。で、はい、うわっと思いながらもうなんとか振りほどいて、それが夜中、まあ、起きてしまったんでちょっと寝れないなということになりまして、で朝までこう起きてたらしいんですね、うん、で朝まで起きていて、で両親が朝ごはん一緒に食べることになってたので今まで降りてって、ちょっと夜変な夢見て、小さい女の子が私の首絞めてて、そしたら自分で自分の首絞めてたんだって話を両親にしたら、お母さんがパッと血相を変えて、あんたそれ本当って、そう本当だ、あったのって言ったら、なんかどこかに電話かけるらしいんですよ、はい、で電話をかけて 3,40 分後したらお坊さんが来たらしいんですね、はい、で急にお坊さんが なんかあんたこんな夢見たんでしょ、お母さんから聞いてるよって、そうなんです、なんか変なことなんですかねって言って、そういう質問には一切答えず急にお祓い始めたらしいんですよ。でお祓いをされてる、でもなんか両親もその質問には答えてくれないし、何が何だかわからないままお祓いを受けて、でお坊さん帰っていって、で今の何だったのって話をしてももうその話触れてくれないらしいんですね、うん、で不思議だななんて思いながら、まあ、2,3 日残りあの九州の友達と遊んだりとかって予定があったので、まあ、それ予定はこなすんですけども、それ以降はやっぱ夢は見なくなったらしいんですね、うん、その1回だけ夢を見ると。で、予定を終えまして、東京にまあ仕事があったんでまた帰ってきたんですね。で東京に帰ったんですけども、今度お兄ちゃんから電話が来たらしいんですよ、はい、お前さみたいな、変な夢見てそれを両親に言ってなんかお祓いされたんだろって言われたらしいんですね。そうそうそんなことがあって、すげえ気持ち悪かったんだよねって話をしたら、実はさその夢俺も見たんだよ、実は全く同じ夢をお兄ちゃんも見てると、無表情で黒い雰囲気をまとった小さい子に首を絞められて起きたら自分で自分の首絞めてた、その話を、まあ、同じ夢を見てたんだよっていうのを、まあ、それも両親に言ったらしいんですね。そしたら同じくお坊さんが来てお祓いをしたらしいんですよ。でその話もしてくれ、その細かい質問は受けてくれず、ただお祓いして帰る。そこからね、一応夢を見なくなったっていう話なんですけども、なんだろうねと、こんなお互い兄弟で同じ夢見て、うん、したらもう殺されかけるような夢を見て不思議だねみたいな話をしてたんですけども、いろいろ共通点を探すとやっぱり二人にある共通点っていうのがその大仏で手紙触ったことなんですよ。はあ、
触った2人が夢を見てて、他は触ってないんですね。そうなんです、その両あのお兄ちゃんとその子しか触ってないらしくて、で、そんなんでやっぱりああいうの拾っちゃダメだねみたいな話をして、で、まあ、電話切ろうとしたらしいんですけど、今度またお兄ちゃんがもう一個不思議なことがあって、その甥っ子がいるんですけども、その子の様子がおかしかったと、うん、その夢を見てから何って聞いたら、なんか家で普通にお遊戯とかおもちゃで遊んでたりすると全然知らないとこ行って物を渡したりするらしいんですよ、うん、そこに誰も何もないんですよ、はい、外に遊びに行っても全然知らないところまで、もう両親がいない遠くまで離れて何かと楽しく喋ってるんですって。でその子別に言葉喋れる年ではないので、うん、なんかもう伝えたくてしょうがないけどパッとまた普通に戻るっていうのを繰り返してたらしく、え、そんなん、なんかもしかしたらですけど、あの出てきた、まあ、女の子と未だにちょっと遊んでるというか、その間遊んでたんじゃないかっていう、まあ、話がありまして、その時の動画持ってきたんですよ。え、その時の動画ってどういうことですか？その甥っ子がちょっと様子がおかしいっていうのを抑えてくれてまして、一緒に LINE で送られてきたんで、ちょっと今日その動画紹介したいなと思いまして、はいはい、ちょっと今回持ってきたので、じゃあちょっとこれご覧いただきたいんですけど、いいですか？この子がちょうど甥っ子の子なんですけど、はい、じゃあちょっと、はい、見させていただきます。ボールを、あー、かわいい、ボール持って、かわいいんです、はい、ひょこひょこ歩いてますね、リュック背負って、はい、公園かな、途中から おかしくなるんですよ。あれ、なんか誰かにボール渡しに行って、誰かにボール渡し行ってポロって落として目線を探すんですよ。いなくなったって感じを出すんですよ。確かにこうやって、はい、あれみたいな感じになってますね。そうなんです。でよく言うのは、その僕もその子に話をしたんですけど、イマジナリーフレンド、小さい、ね、はいはいはい、時は頭の中で想像した子で友達ができちゃうみたいな話があるんじゃないって話をしたんですけど、その子がおかしくなったのって、お兄ちゃんとその子が夢、あの僕の LINE くれた子が夢を見たその後かららしいんですよ。もしかしたらその楽しみな女の子がまだその家にいて、その子はその霊とは知らず遊んでたんじゃないかっていうお話です。不思議ですね。あのだってこれほんの一部なんですよね、はい、これほんの一部だからこうやってボールだけに渡した、はい、でもね、その後こうなんか探してるとかって感じで、はい、例えばこのボール以外でも誰かとお話をしてるとか、はい、そうなんです、はい、家で遊んでてもその子しか今あの言ったら子供いないので、別に他に猫飼ってるとかそういうペット飼ってるのもなく、両親がおいでってやっても別の方走ってって積み木渡したりするらしいんですよ。まあまあ子供ってよくねそういう話聞きますけどもね、はい、タイミング時期が時期だけにちょっと関連付けちゃいますよね。そうなんですよね。そのちょうど夢の後から起きているので、でちょっと僕思ったのがこのね、はい、今動画を見て、はい、そこの黒いオーラをまとった小さな女の子って話があったじゃないですか、はい、あ確かにそうかもなって思った理由として、はい、この男の子がボールを持って渡す高さが大人じゃないんですよね。見上げてない、こうやってないですよね。このまま来て同じぐらいのところにポンって渡すんですよね、はい、ってなるとやっぱり受け取る側もしゃがんでる、もしくは同じぐらいの身長じゃないと、この男の子の渡し方っていうのは、そうなんですよね、ありえないなっていうのと、普通だったらもううちもね子供いますけど、はい、ボール持ってきますよ、はい、時にパパパパーってこうやっぱ持ってきますもんね。そうですよね、高さ的には絶対そうなるっていうのがありまして、で、あの、まあ、この話をもらって動画を調べてたんですけど、ちょっとその大仏のことに関しても気になりまして、そうですよね、はい、一応その子にも後日確認して聞いたんですけど、なんかその大仏っていうのが水子とか幼い子供を沈める大仏らしいんですよ。そういったところが横になんかお墓とかあるらしいんですけどっていうところなので、もしかしたら本当に連れて帰ってきてしまったんじゃないかっていうのと、まあ、僕らも心霊スポットよく行くので、あまり物とか触るとそうですね、そうなっちゃうんじゃないかっていう、ね、はい、あとやっぱどうしても気になるのが、はい、お母さんが電話をして突如現れるお坊さん、はい、でそのお母さんがそんな夢見たのって言った瞬間にすぐに電話する、何かお母さん知ってたのとか。そうなんですよね。これなんかその子も両親に聞けてないんですけど、なんでその大仏に行ったのかわからないらしいんですよ。
だからお祓いというよりも成仏してほしいという供養という意味でお坊さんをお母さんはすぐに呼んだのかもしれないって考えると一応ちょっとこうまあ納得はできるかなって感じですね。そうですね。だってそうじゃないとお母様がそんなすぐにその話を聞いただけでピンときてすぐお坊さん呼ぶってなると、はいはい、自分も以前そういう目を見て大変な目に遭ってお祓いを受けて助かったっていう経験があるか、なるほどそうですね、もしくは別の知り合いでそういう話があってお祓いを受けて助かった、でも危なかったとか、その夢にピンとこないと、その女の子にピンとこないとそんなことしないですもんね。そうですよね。でそのなんであそこに行ったのかとか、この夢の話の深い内容は何にも答えてくれないっていうので、うん、まあ、いろんなこと考えちゃう話ですね、はい、そうなんですよね。いろいろとあってという感じで、うん、はい、いやただ、スモドラ TV の方では、はい、いろんなね、スモドラ TV でいいんですよね。スモドラ TV です、はいはい、心霊スポットに行って、はい、物を触りまくってるという話ですので、はい、してないです、ごめんなさい、ダメですよ、本当に。いや本当ですね、まあ、相方もアトちゃんもそうなんですけども、好奇心の塊でちょっとコンビ組んでしまいまして、落っこってる新聞とかがもう大好きなんですよね。心霊スポット行くのも危ないし、ね、健康と、ね、はい、安全が一番ですから、そうですね、ね、あの長く続けるためにもですね、すごく注意しながら、はいはい、活動を続けていただきたいと思います。ありがとうございます、はい、もうそれしか言えません。そうですね、はい、ぜひ、はい、こちらね、はい、チャンネル概要欄貼っておきますので、はいはい、ぜひね、目を通していただきたいなというふうに思います。お願いします。お願いいたします。さあ今回ですね、 YouTube チャンネル、スモドラオカルトベースさんとのコラボでございます。ご紹介いたします。スモーキードライのアトちゃん、そして高野智和さんです。お願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。今日ね、前回も来ていただきまして、はい、はい、います。恐縮でございます、コラボなんて。いやいや、何言ってんですか。本当にもう全然今日も緊張してないですもんね。いや、あの普通に M1 より全然緊張してます。いや、恥ずかしいだろ。さっきあのその何なんですか、このピンマイクのこのね、このこれね、はいはい、この部分ね、ピンマイクのこの、はい、ここね、これです、はい、マイクの本体なんですかね、本体の方ね、うんうん、これをタバコと勘違いして、いや、すいません、あの一回タバコ置いてきますって言ったら、あ、これだったっていう。わかるでしょ、テンパってるんですよ。ビッグチャンネルなんですから。いや、まあそうですね、しかも本当に今回コラボという形でやらせていただくなんて、もうドキドキしますね。いや、だって階段階のアメトークじゃないですけど、もう業界視聴率ナンバーワンだと思うんですよ、僕は。うんうんうん、それは緊張しましたよ。いやいや、もう本当に本当にもうただただいつも通り楽しく話していただければってことなんですけど、はい、いいですよ、本当にありがとうございます。まあね、あのアトちゃんとはね、初耳怪談そうですね、はい、の方でもね、よくご一緒させていただいていて、一緒に、はい、本当に、まあ、分かりやすく言うと、ガンジー横須賀被害者の会議ですね。そうですね、我々、はい、みんな含めて。そうですね、はい、まあ、本当ね、楽しい方なんですけども、はい、でだから高野さん久しぶりですよね。あ、お久しぶりです。はい、あの前回収録に来させていただいたのが半年くらい前ですかね。だから2人ともね、そういった系の話が好きで、はい、前回はあのもう動画、うん、そうですね、なんかこう怖い子供の動画見せてもらって、 うわー、はい、やっぱすげえな、二人とも持ってんだと思ってね、びっくりしちゃったけど。あの話をさせてくれた、まあ、あの友達というか、はい、はもうめちゃめちゃ喜んでました。めちゃくちゃ喜んでました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回コラボですからね、はい、はい、僕もこちらスモドラオカルトベースの方で話、ね、はい、させていただいてます。概要欄貼っておきますので、皆さんぜひね、チェックの方お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってますんで、はい、はい、皆さんぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンの方一つよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。というわけでね、はい、ちょっと見た目は悪そうなんですけど、話すとめちゃめちゃ気さくいいやつだっていう、はい、まあ、こちらスモドラの2人、はい、あ、僕も入ってたんですか。相方だけじゃなくて、一番この普通に見えて実は裏で怖いっていうタイプの、はい、違う違う。いや、なんかよくあんま言い方あるかもしれないですけど、よく詐欺師って言われるんですけど、はい、今日ちょっと強めで来ちゃったんですけど、そうシンプルに一番嫌な人ですもんね。あ、いや、そんなことない。2人っていうのはもう、あのずっと付き合いがあるっていうか。そうですね、小学校の野球チームからの同級生で、幼馴染で、幼馴染で、はい、やらせてもらってますね。はい、で腐れんですね。だから、腐れん、だからもう両親も仲良くて、それこそあの
うちのおかんっていうかうちの家系すごく教育熱心で、僕 NHK しか見せてもらわないで大きくなったんですよ。あとは、夕方にやってるアニメで、あのやっぱりこんなになるとは思ってないじゃないですか、 NHK だけ見た子が。確かに。で今なんかね、テレビって言ったらもうフリースタイルティーチャーしか見てないと思うんですもんね。深夜だけテレビつけてない、ね、確かに B ラップハイスクールかな。そうで彼が、芸人誘ってくれて、はい、あの僕は真逆で、あのバカ殿ばっかり見せられて、はい、そうなんですね、はい、うちの母が一時期はちょっと高野家に怨念を込めて、なんでうちの息子を芸人にしたんだっていう風に呪ってたみたいですけど、あの頃から思えばオカルトは始まってたなって10年以上前から怖いですね、怖いな、すみません、はい、そんなね、2人なんですけども、はい、今回はじゃあ、あとちゃん、はいはい、お話をねしていただけるということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。僕ですね、あの蒲田出身でして、あの多分蒲田知らない方もいらっしゃるかと思う。東京蒲田ね、はい、東京の蒲田なんですけれど、あのなんて説明したらいいんですかね、あの東京最後のスラム街みたいな。怒られるわ本当に。いや昔ですよ。昔はまあ確かにちょっとこうギャグっぽくそういう風にね、まあ、ね、言われてた時期も、言われてた時期も、亡きにしもという、はい、そうですね、発砲事件とか起きたり、そういうまあ町だったんですよ、まあ20年ぐらい前までは、はい、でまあ僕そういう町で育ったんで、まあちょっとこうアウトローな方からもいろいろ怪談を聞く機会がございまして、で今回お話しさせていただくのが、まあ僕が言うのもなんですけど、ラッパーのあの方、地元の先輩でラッパーの方が経験したお話で、あこれ結構面白いなって思ったお話なんですけれど、はい、その方、まあ、普通に大きい企業で働いてまして、で、まあ、休日に音楽活動する、まあ、そんなめちゃめちゃ忙しい方で、まあ、ほとんど家にはいない、家にいてもまあ寝るだけみたいな感じの生活なんですよ。だからちょっと駅に近いところに引っ越したいなと思って、うん、で新しい、物件に引っ越したんですって、マンションに。まあそのマンションに引っ越してから1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月ぐらい経った時にあの電話が来たんですって、管理会社から。はいって出ると、あのすいません、あの騒音のクレーム来てまして、足音と喋り声がなんかすごいうるさいっていうことでクレーム来ちゃったんで、ちょっと静かにしてくださいみたいな感じで、まあクレームが来たんですって、管理会社から。はい、ああすいませんって。正直心当たりはなかったんですけど、まあもしかしたらすごく敏感な人いんのかな、うん、まあそんなこと、まあ軽い気持ちで、ああはいすいませんすいませんって言いながら、まあ電話切ったんですよ。その1週間後また電話来るんですって、管理会社から、うん、すいません、あの今週もちょっと騒音のクレーム来ちゃいまして、うん、あの足音とあの女性の喋り声がすごくうるさいから何とかしてくれって。あのそのラッパーの方は男性なんですよね。で、あのすいません、あの僕あの男ですし、女性連れ込んでもないし、彼女もいないんで、女性の声聞こえたっていうんだったらうちじゃないんじゃないですかって。もしかしたらこう配管とか伝って他の部屋の音がまあうちで聞こえてるように聞こえてるだけなんじゃないですかね。あのもしよかったら、あの僕ほとんど家いないんで、それ証明するために勤怠実績送るんで、あのクレーム来た日付と時間リストにしてくださいって、それちょっと照らし合わせましょうよみたいな話して、でその時にまあ電話切って、でちょうど僕横いたんですよ、うん、こんなクレーム来てるわ、マジムカつくよな、そんな話をされて、ああ大変ですねっていう話をしてたんですよ。でもうその日に、勤怠実績を送って、でクレーム来た日付とか時間がリストになってきてる、それ照らし合わせると自分がいない時間にクレームが入ってるんですって、ああじゃあ絶対うちじゃないじゃん、うん、っていう話なんですよ。で、ああまあ大丈夫だ大丈夫だ、そんな風に思って家帰ると、あの扉にペライチの紙がベッてあってあるんですよ。なんだこれって見ると、こうこうこういうクレームが来てます、気をつけて生活してください、管理会社担当足立。ふざけんなよと思うじゃないですか、こんだけ電話で意思疎通取れてる相手に対してわざわざ家まで来て張り紙バンって貼って晒し物みたいにするって、これちょっと異常だなと思って、うん、次の日もすぐ朝起きたら管理会社に電話したんですって、あお宅こんなことするんかと、わざわざ電話で意思疎通取れてんだろうって、
なのにうちまで来て管理会社担当足立っつってこんな、クレームの内容まで書いてバンって貼るんかって、もうふざけんなっていうふうにちょっと文句言ったんですって、はい、そしたらなんか管理会社の人がはぁみたいなテンションなんですよ。いやはぁじゃねえよっつって、いやうちそんな張り紙貼ってないと思うんですよね、まず足立って人間がいないんですよって。え？ん？じゃあこれ誰が貼ったんだよって。だとしたらよ、これクレーム出してる本人が貼りに来てるに違いねえだろって。お、これどう考えてもお前らからしても迷惑だろって。会社の名前名乗られて、で貼り紙まで貼りに来るんだぞって、うん、ぶっちゃけやってること相当やばいやつだから、まず俺に文句言うよりそのクレーム出してる本人の方ちょっと調査した方がいいんじゃないのって、もしかして薬とかやって幻聴とか聞いてんだろみたいなことをバーってまくし立てて言ったんですって。そしたら、いや誰が貼ったか分かんないんですよねって言い出すんですって、管理会社の人が、うん、いや誰が貼ったか分かんないことないだろ、お前らがクレームをもらってそのクレームを俺に流してんだから、クレームを出した本人が貼ってんだよって、そんなこと分かんだろって。いや違うんですよ、このクレームあなたの家の上と下と右と左から来てるんですって。だからこの4人なんで誰か分かんないんですよね、あとあなたの家以外で鳴ってるわけがないんですよって言うんですって。はい。いやふざけんなってなるじゃないですか、はい、いやだとしたら俺がいない間にそういう音が鳴ってるんだろ、俺の部屋で超常現象かなんかだろって、これ事故物件じゃねえのって。ちょっと今から遡って全部事故ってないか人死んだことないかちょっと調べてくれっつって管理会社に言って、でその場で調べてもらって一応人が死んだっていう記録は一切なかったみたいなんです。だから事故物件ではないです。それ言われて、まあ、こうモヤモヤした感じで電話が終わって、で、まあ、正直混乱するじゃないですか、そんなこと言われて、はい、なんだこれって思って、でその日家に帰ると自分の家の前におばちゃんが立ってるんですって、うん、ピンポーンピンポーンって、すいませんって声かけるんですよ。そしたらおばちゃんがあんた奥さん大変よ、え何言ってんだこの人と思って鍵をガチャって開けて扉をバーって開ける、真っ暗い部屋の中それを見せるんです。確かに聞こえたんだけどねっておばちゃんが言って横の部屋に帰ってくんです。いやちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいって、僕こういうクレーム来てて、で僕いなかったじゃないですか、僕のいない時間にそういう風なクレーム来てるんですよ、めちゃめちゃ苦労してるんですよっていう話をして、いや確かに聞こえたからうち来るって言うんですよ。横の部屋入れてくれたんですって、でこうお茶とか出してもらって、であんたも大変ねみたいな話をされて、いや本当大変っすよって、だともうわざわざもう電話めちゃめちゃ来てっつって、そういう話をしてるんですって。でもしかしたら管理会社の人がちょっとなんか隠して事故物件だったの隠してんじゃないかな、うん、ちょっと勘ぐってたんでおばちゃんに聞いたんですって、はい、前の人どんな人を住んでたんですかって、ああ若い女性住んでたよって、でもまあちょっと前に引っ越していなくなったけどねって、でなんか引っ越し先の方はまあどこかわかんないけど多分実家に帰ったんじゃないかな、両親がこう引っ越しの手伝いとかして挨拶しに来てくれたからって、うん、ああそうなんですねって、まあ、それ以前とかはいやまあ別にそんな普通の人しか住んでなかったよみたいな話をこうしてるんですよ。そしたら痛い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 、なんか聞こえてくるんですって。えあこれかと思ってバッて立ち上がってすぐ部屋を出てその音のする方を歩いていくんです。足止めると自分の部屋の前中からずっと痛い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 、その音が止むまで扉さすがに開けられなかったっていう話をしてました。それこそ事故物件って今だとこう火のマークとかはいはい、探したりとか、ね、告知事故で、はいはい、告知事故とかでこう事故物件だって知るかもしれないですけれど、皆さん今住んでるお部屋誰の根もこう絶対に残ってないって言えますかっていうふうに思ったお話です。結果事故物件ではないんだけど、事故物件では全くなかったんですけれど、ただその部屋の上下左右っていうところがみんなその部屋から音がするっていう、
で、その痛い痛いっていう声は女性の声で、痛い痛い痛いって、その痛い痛いがなんか、まあ、ここからはもう本当考察になっちゃうんですけれど、なんか、まあ、引っ越した先なのか、その家にいる時なのか、そういう痛い痛い、そういうなんか DV 的な、 なんか残留思念だったのか、それともそこに痛かったのか、あどっちか分かんないなっていう風に取れるようなあれだったんで、これに関してはまあ何なのかは全くは分かってないんですけれど、なぜ痛いと言ってたのか、叫んでたのか、足音走り回ってるような音がしてたのかっていうのは全く分からないんですけれど、全く事故物件ではないところでも平気でそういうポルターガイストに近いような霊障って起きてるんですよね。だから勝手につなげちゃうと、その前に住んでた女性っていうのがね、はい、急にこう出てったわけじゃないですか、はい、まあ、ご両親が迎えに来たっていう、はい、じゃあそこに住んでた時に何かそうやって逃げ回って彼から DV を受けていた、そういうまあ念が残ってて音が聞こえてしまってるのかとか、うん、そうですね、思っちゃいますけど、でもその痛い痛いっていう声が聞こえ出したのはやっぱ最近なわけですよね。そうですね、その引っ越してから1ヶ月経ってからっていうことなんですね。もしかしてその女性もそういうなんか霊現象があって引っ越したのかなと思ったけど、どうやらそうじゃないですもんね。そうですね、一応それ以前は聞こえてなかったっていう形なので、うん、だから多分その人がついてから、まあもしかしたらその人自身についてた可能性とかもまあゼロではないんでしょうけれど、ただやっぱりいない時に必ず音がするっていうのが、自分だけが知らないっていう、そうですね、いない時にそういうことになるっていう、はい、でその人まだ住んでるんですよ。全然自分に悪影響ないから、もう別にほぼ家いないし大丈夫っていうことでまだ住んでるんですよね。まあお隣さんとかからどういうふうに言われてるかはまだ分かんないですけど、いや すごいですね。なんかちょっと僕考えちゃったのが、はい、ごめんなさい、勝手にね、勝手に自分でなんかうわーって思っちゃったのが、はい、まあ、痛いっていうね、はい、まあ、もちろん物理的に痛いってこともありますけど、ここに痛いっていう痛いも、あ、まあ、取れるって話だったじゃないですか。そうですね、はい、だからそこにやっぱり残っていたい気持ちとして、うん、だけどそこはもう新しい人が住んでるから、ああなるほど、だからその人がいない時に毎回そのここに出てこれる、一応例なりにお金払ってるのはこの人だから、今この人が住人だから、気を使ってるのかなとか、あ、確かにその考えもできますね。確かにそうかもしれないですね、なんかそんな気しますね。ごめんなさい、分かんないですよね。分かんないですけど、そこにだから、はい、普通その住人が一番苦労するはずだと思うんですけど、その住人が全く知らない、いつも自分がいない時に、はい、そうですね、その霊が出現してくるっていうのが、そうですよね、交代交代で住んでるみたいな、だから結果ずっと人住んでますよね。ずっと人住んでます、はい、24時間管理体制がバッチリな。はあ、高野さん、今の話ってどういうこと思います、はい、いやもう僕もその以前これ相方から聞かせてもらった時には、僕はその DV っていうより本当にここに痛かった、そっちの痛い、ね、ここに痛い、僕は最初聞いた時はそう思って、その両親が、うん、まあご挨拶横に回ってで、わざわざ挨拶に来てみたいな話だったので、やっぱ楽しい思い出とかもそこに残っていて、あ、なるほど、ね、まだまだここで生活したかったのに何かの理由で引き戻されてしまった、あ、その痛い思いが残っていて、でそのまあラッパーの人が住んでる時には自分が出れないので、うん、僕は生きてる例なのかなって、生き量っていう、そうなんですよね、生き量がいない時間に戻れるタイミングで自分の念で戻ってるような聞こえ方がしたなと思ったんですよね。あとね、はい、まあ、今実際このお話自体、まあね、すごく不可解な現象で怖い話なんですけど、はい、ごめんなさいね、お友達のラッパーの方が、ね、はい、ずっとこう途中で、はい、その不動産業者とやり取りするわけじゃないですか、はい、その口調とかも結構怖かったな。いや、そうですね、あの2回目の電話の時かなり切れてたんで。まあまあね、あらぬ疑いかけられて、はい、カーッとなる気持ちわかりますけど、あ、なんかちょっと、はい、そうですね、怖い、はい、まあ、アウトロー階段って、そうですね、はい、まあ、違う怖さというか、そうです、あとちゃんの階段っていうのは、はい、怖い人から聞いた怖い話っていう2個怖い
新しいジャンル開拓してます皆さんぜひね応援されてほしいと思います。あとずっとごめんなさいね、ずっと気になっちゃったのごめんなさいね、なんかはい大丈夫ですよ、はい、このラッパーの友達から聞いたんですけどって言ったじゃないですか、はい、その方がだから一応怪談話を話してくれたわけじゃないですか、はい、やっぱラッパーの方って怪談時も陰踏んでくるんですか踏むか踏むの微塵も感じられなかったっす。これマジでなんかここに出てきた幽霊、はい、ここから早く去れみたいな、なんかいやもうそれやってたらもう多分全然入ってこなかったっす。だからそれどうなんだろうと思ってもし陰踏まれたら笑っちゃうし入ってこないなって思ったんですけど、そこは踏まないですね。全然踏まなかったですね。なんかもう職業忘れてましたね完全に。なるほど、はい、なるほど。ラッパーの方も階段の時には陰は踏まない、踏まないっていうちゃんと新事実ですね。本当に聞けてよかったです。そうですね、脱線してみましたけどね、さすがアトちゃんでした。いい、はい、さあ次回は高野智和さんの話披露していただきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。どういった話、次回ですね、あの僕話す話はちょっと怪談というよりはまあちょっと都市伝説まではいかないんですけど呪いみたいなお話があるんですけど、僕あの八丈島っていう島、はい、僕の母親の実家なんですけどめちゃめちゃゆかりがあって、うん、これ八丈島っていうのは結構いわくがあるというかお話があるんですけど、ちょっとその話をさせていただきたいなと思います。楽しみにしてます。お願いいたします、はい、よろしくお願いします。まあね、あとちゃんはねこういうまあ風貌ですけども、はい、まあ、大体お友達たちもちょっと怖い系の方がちょっといらっしゃるっていう。そう、まあそうですね、はい、ちょっとタトゥーが入ってたりとか、うん、タトゥーが入ってたりとか、タトゥーが入ってたりとか。そうですね、はい、はい、多いんですよ。確かに大きな違いとしては和歌洋歌っていう彫り物の、はい、ね、ありますけど。でそういう怖い方たちから聞いた怖い話をするっていう2個怖いが入った話をされるという怪談師としても活躍されてるんですけども、はい、相方の高野さんの方も、はい、こう怖い話いっぱい持ってるんですよね。怖そうですね。怪談もそうなんですが、最近僕ももともと都市伝説とかも結構好きで、いいじゃないですか。もちろんあの島田さんなんていうのはもう学生の頃から見させていただいてたやりすぎとか。そうですよ、はい、もう憧れの方でして手汗2リットルぐらい今書いてますけども。いや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 、はい、あ、都市伝説、はい、僕面白いですよね。めちゃめちゃ好きで面白いですよね、うん、もう本当に本読んだりとかも学生の頃が結構してたんですよね、うん、まあ、そこから入って怪談も好きになって、で今一緒にやってるっていう感じですね。で今回ねコラボということで、はい、僕もちょっと出させていただいて、ありがとうございます、はい、はい、話をちょっとさせていただくんですけども、はい、何がすごいってスモーキードライ、はい、のマネージャーが堀田さんという、はい、まあ、男性なんですけど、もともとお笑い、まあ、今もちょっとやってるんですけどもね。そうですね。でホリプロにもともといて僕とほぼ同期っていう。そうなんですよ、すごい関係性なんですよ。そうですね、はい、そうなんですよね。でその堀田さん、はい、となんか飯食いに行きましょうっつってで、おい久しぶりいいっすねっつったら、はい、スモドラとコラボしてくれないかっていう。そうですよね、同期から言われるっていう。そうですね、堀田さんは、まあ、おっしゃってたのは、まあ、俺が島州とつなげるって。そうです、島州、島州って言いました。言われてた島州、はい、島州っていうためにちょっと緊張感がある。島田さんだよ。年も上でね、はい、そうですね、もうちょ漫才師で、はい、めちゃめちゃ毒づく。そうですね、時事ネタをやってた、はい、人が今ね、マネージャーさんもやられてだいぶ丸くなられてるっていうね。あ、そうなんですよ、今よくしていただいてはいるんですけども、はい、ちょっと笑っちゃいますよね。そうですね、機械な映画があって、まさかのつながりで、はい、いやいや本当にね、ちょっと楽しみにしてましたんで本当にお願いいたします。 ありがとうございます、お願いします。というわけで今回は、はい、ちょっとじゃあ都市伝説系の怖い話ってことなんですか。うん、そうですね、ちょっとそういった、まあ、怪談というよりは、まあ、呪いといった方が早いのかなっていう、ちょっと僕にもゆかりがある話を今回させていただこうかなと思いまして、はい、じゃあお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、僕母の実家が東京都の八丈島っていう島なんですね、はい、で、まあ、伊豆諸島の一番、まあ、南にある島なんですけども、まあ、戦時中ですね、硫黄島がやっぱりひどい戦いをしていて、はい、で次は八丈島が戦地になるって言われてるような場所だったんです。
でその当時も島には軍人の方が来たりとか、まあ、してたんですけど、僕の母親は戦後に生まれてるんですよ、はい、まあ、戦争とか知らないんですけども、そんな母がですね、八丈島で小さい頃に経験した話がありまして、夜寝てるとですね、実家が平屋だったんです。で、うん、夜寝ていて起きて、トイレにちょっと行きたくなって、うん、で起きたんですけども、トイレが外にあったので、まあ、そこに向かっている時に、八丈島ってちょっと石垣が結構沖縄みたいな感じで積んであるんですね、はい、でその入り口がちょっとこう遠くにあったらしいんですが、そこの遠くの入り口を曲がったところからさっとですね、軍人さんが歩いてきたらしいんです。軍服を着た軍人さんが母親のところにわーって来て、はい、母親にこう言うんですよ。危ないだろって、今一人で夜に出たら空襲が来るかもしれないから早く隠れなさいって言うんですけども、母親は戦争を知らないのではてってなったんです、うん、でも戦争のことは両親とか、まあ、兄弟からよく聞いていたので、なんとなく軍人さんみたいな人がいたっていうのは知ってたんですよ、うん、あ、こうした軍人さんだなと思いながら、でも戦争は終わってるし何を言ってるんだろうな、戦争終わったよ、今普通に暮らしてるよ、まあ、拙い言葉でその軍人さんに伝えるんですって、はい、でその軍人さんはまた言うんですよ。そんなことはない、早く隠れなさい、逃げなさい、いやいや終わってるから、この押し問答を何回かしたらしいんです、ええ、で軍人さんがふと言うんですって、その戦争が終わったっていうのは本当なのかって僕の母に言うんですよ。うん、もうそうだし本当だし、私はまあ平和に暮らしてるみたいなことを、まあ子供ながら伝えた。するとですね、その軍人がそうかって言いながら石垣の方に消えてたんです、はい、で後日ですね、何ヶ月か経った時に、まあ、うちの方にですね、役場からその島の人が来てですね、はい、で、まあ、当時の実家の方に、来たんですけども、なんかその家の下に大きな防空壕がどうやらあると。でまあその手榴弾とか、まあ、不発で終わったものが眠ってたら危ないから、ちょっと調査をしたいから、平井だったんで、うん、ちょっとこうどかしてほしい、ちょっと穴を掘らして調査させてほしいっていうのが依頼が来まして、で引き受けたんです、はい、で、見たらやっぱり防空壕があって、その防空壕の中に血の濡れた軍服が一着あったんです、はい、まあ、もしかしたら母が見たのはその軍服を着ていた当時の軍人さんだったんじゃないかと、いう話が、まあ、あったりとかするぐらい、ちょっとこう怪談とか、まあ、不思議な話が島に根付いてるところがあるんですね。そうなんですね、はい、で僕のおじいちゃんが、まあ、結構その政治に関わってた人だったんですよ、で、まあ、駐屯地みたいになってたりとか、僕の家が実家が駐屯地になってたりとか、僕のおじは前任の八丈島の実は町長でして、結構こういろんなゆかりがある人が未だに住んでるんですね。で僕も小さい頃から本当に休みのごとに八丈島に帰っていて、知り合いも多くいて、で未だに、たくさんお話とかも聞かせてくれる人いるんですけども、はい、まあこういうオカルトのお仕事をさせて今いただいてるので、ちょっと母親に聞いてですね、なんか知り合いいないみたいな、そういう話できる人いないって言って、先日ちょっと取材をさせてもらったんです。すごい、はい、で母の友達に、僕その方昔から知ってるんですけど、バスガイドを当時八丈島の中でしてる方がいらっしゃって、その方が結構島の歴史とか怪談話に精通してる方だったんですね、うんうん、でその方が快く引き受けてくれて、電話で取材をさせていただいたんです。でやっぱりいろんな話をしてくれるんですよ。まあなんていうんですかね、よくあるような話なんですけど、幽霊ホテルがあってよくお化けがある、そこは廃墟になってしまってるとか、この岬でよく事故が起きたんだよねとかって、そういう話をしてくれてたんですが、最後の方になってちょっと電話の雰囲気が変わったんですよ、うん、僕は高野智和、まあ、智くんってその人方に言われてるんですけど、智くん今からする話は一度しかできないからメモを取ってほしいって言われたんですよ。はい、八丈島に、まあ、伝承されず、まあ、伝説に近いんですかね、七人坊主の呪いっていう話があるんです。はい、この七人坊主の呪いというのは当時八丈島、まあ、本当江戸時代とか安土桃山時代の時に流刑地になったんですね、はい、島流しっていう、まあ本土で、まあ、武将の方とかが、まあ、思想犯って言われる、まあ、当時の政治に背いた考えをしたら島流しにされるっていう刑があったりとかするんですよ、うん、で、島にこう漂着した人が、まあ、島の中で暮らしをするっていう、まあ、刑罰があったんです。当時の島の人はその流れてきた人に対してすごくおもてなしをして、で実際にこう文化として、言葉を教えてくれたりとか、
島の暮らしがまだ貧相な頃にこういう、本土な文化があるよっていうのを教えて、いまだにそれが根付いて、その、まあ、子孫が八丈島の人間だって言われてるんです。とにかく、おもてなしをする島だったんですが、これはまたちょっと流刑とはずれるんですけども、ある時ですね、大阪から、まあ、船が出まして、その船が嵐によって海難事故に遭ったそうなんです、この船に乗っていたのが7人の坊主だったんです、この坊主が漂着した島が八丈島だったんです。でこの八丈島に漂着した坊主たちは助けを求めて、あの漂流している間何も食べられなかったんで島中を回ったそうなんです。この歴史からすると必ず助けていたんですが、その時八丈島の島民はその坊主たちを助けなかったそうなんです、これなんでかというと、当時八丈島では大きな飢餓がに見舞われてまして、分け与える食料がなかったそうなんですね、どこの家もちょっとこれも助けられない。さらに加えて天然痘という、まあ、流行り病が流行っていて、その七人坊主からはあの天然痘の兆候が見られたらしいんですよ、もう食料を与えるだけではなく、島の人たちはその流行り病が流行るのが怖いので山へ追いやったそうなんです、山には食料もありませんから、七人坊主は一人一人命を落としていったそうなんです。その時に八丈島の人たちを恨んでしまって、この島に不幸のが続くように呪いをかけながら死んだと言われてる、まあ、伝説みたいのが七人坊主の呪いで残ってるよなんていう話があるんですが、昭和27年にあの林道をこう整備するようなトンネルとかを開拓するような工事が行われたそうなんです。これが作業員の方が東京から来てるんで、で八丈島の人とこう打ち合わせをするんですよ。でいろんな工事の計画を話してる最後に、八丈島の人がその作業員に向かって言うんですよ。この場所は七人坊主の呪いがかかっているその土地だから、口が滑っても七人坊主の悪口は言わないでほしい、そう言ったんです、東京から来てる作業員ですから、それは真に受けないわけじゃないですか。そうですね、何のこっちゃと、そんなことあるわけないだろうと、そんな話を覚えていた作業員の方が作業中にこう言うんですって、おい坊主、呪えるんだったら呪ってみろ、たたれるんだったらたたってみろと。その瞬間ですね、予期せぬもう 大きな規模の地滑りが起きて、生き埋めで作業員が亡くなったんです、この数が7人です、そんな事件があって、でさらに時が進み1994年、これオカルト好きな方だったら結構知ってる方も多いと思うんですけども、あの八丈島に火葬場、まあ、があるんですが、その火葬場の火葬炉の中に人骨が敷き詰められていて、この人骨が誰の骨かもわからないまま、犯人の足取りもつかめないまま、何のためにやったのか分かんないまま未解決で終わってる人骨の遺棄事件があるんですね、でこの事件結構あのテレビ番組とかでもあのニュースになったりだとか取材をされてて、結構有名な八丈島といったらこの事件っていう事件があるんですが、この人骨の数7体だったんです。へえ、そんな話を、まあ、そのバスガイドの方にも聞いてって、はい、おっしゃってもらって、僕それをちょっと知ってたりしたんで、ネットのニュースにもなってるし、今でも記事はあるんで、ああその話知ってますわって言ったんですが、その後続けてそのバスガイドの方が僕に、ともくん、八丈島はまだ呪われてるんだって、そう言うんですよ。実はあのこのニュースになってる大きな事件以外にも、あの海難事故が起きたりだとか地滑りの事件、他にも起きてるんです。あの台風とかがよく通る島なんで、あ、まあよく事件が起きるんですが、被害者の数が決まって7人なんですって。へー、でその7人の数というのがやっぱりこう七人坊主と関わってるんじゃないかと、まあ、言われてるんですが、この7人という被害者だとか、その7人で数を聞くと、こういう事件事故が起きた時、あの島の大人たちは動かなくなるんですって。もうその現場には行きたくない、助けたくない、まあこれは僕の憶測も入ってるんですけど、とにかく動かなくなると、口にしたくなくなる、その事件に関わりたくないって言うらしいんですよ。大体こういう伝承って、あのまあ気をつけなさいよって何度も何度も言われる話なんですが、このバスガイドの方もこの話を聞いたのは小学生の頃に校長先生がいらっしゃったんですけど、まあ、この校長先生が生徒を集めて言うんですって、今からする話は一度しかしない、大人になるまでこの島で生きるんだったら覚えておきなさい、この島で七人坊主の悪口を絶対に言うな、これだけ言われて生きなさい、そう言われるらしいんですよ。すげえ、やりすぎ工事みたいな
マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。見事というか、ごめんなさい、話自体はめちゃめちゃ怖いし、本当なんか途中からドクロの猫あ、嬉しいです。嬉しい。黒スーツに。出られてた島田さんにそうおっしゃっていただけるのはめちゃめちゃ嬉しいですね。話でしたね。ありがとうございます。すいません。僕ね、はい、聞きながらずっと怖かったのが、はい、それ七人坊主ですよね。はい、七人坊主です。七人岬の呪いとか、ああそうですね。ありますよね。あるんですよ。他にも他の地域で、そう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 、あったりするんですよね。あれってちょっとわかります？七人岬の呪いとかって。っていうのは僕も調べた結果、八丈島とかでは関係はなかった、ないですよね。なかったんですよ。はい。あっちも七人なんですよね。そうですよね。それこそ他の、離島のところとかにある伝説とか、地方はちょっと違えどあったりするんですけど、八丈島に伝承されてるのは七人坊主の呪いっていう。これ何なんですかね。そう、七人岬も怖いっすね。めちゃめちゃ怖いっすよ、はい、あれ、ちょっと本当にダメですけど、はい、ゆかりの場所ってすごく世間的に有名な交通事故、そうですよね。もうまだぼんやりとした記憶もありながらなんですけど、本当誰もが知ってるあの交通事故が起きた場所って、はい、言われてる、ね、言われてる場所なんですってね。そうですよね。だから7人とか7って聞くとラッキーナンバーなイメージもあったりするんですけど、結構各地にそういう話があるみたいで、だって7という漢字、はい、海外ではねラッキーセブンで縁起がいいっていうイメージありますけど、はいはいはい、漢字の7って成り立ちって実はめちゃめちゃ怖いですもんね。あ、そうなんですか。こうグッグーって書きますけど、はい、あれって一説によるとお腹をグッグーって切腹した時に、はい、ここから出てくる内臓がチョロっていうのが7の人のこうチョロってところで、その時に出てくる数が7つの内臓だから7っていう。ただ実は結構成り立ちとか、はい、漢字ってまあ多いですけども、はい、7の成り立ちってめちゃくちゃ怖いんだよっていう話はありますよね。すげー。だからもしかすると7っていう数字何かあるのかもしれないですね。そうですよね。ちょっとですね、この本編で、僕ら自分らのチャンネルでもこういうお話をかけたりとか、今後八丈島のロケとかも行きたいなとか思ってればいるんですけど、この話、電話で取材をさせてもらった時とかもなんかちょっと嫌だったのが一個ありまして、僕母親はもう結構晩婚の子だったんで、はい、僕今30、今年2の代なんですけど、母親も70過ぎてて、戦争は知らないですけど、結構母の代とかで言うと呪いの言葉とかっていうよりは、うちの母は結構天然で、こういう事件とかの話をポロッとしてくれるんですよ、はいはい、で同居してるおばがいて、おばはもう母親の姉ちゃんなんですけど十何個離れてるんですね。まさにそういった呪いとか事件が事故が起きた時の世代っちゃ世代なんですけど、母親は結構いろんな話でコミュニケーション取ってくれるんですが、おばにのが詳しいかなと思って聞くと、私はそんな事件知らないって言うんですよ。何が怖いってね、はい、今現場にいる人間がですね、はい、今日この出演者3人でしょ、はい、で大熊さんと池田ちゃんでしょ、はい、で今回スモドラさん側からスタッフさん1人来ていただいて、はいはいはい、あと僕のマネージャー7人なんですよ、はあ、怖いな。この後なんか急にこれ何かあって、この7人が何かねとどなると、まさにその呪いが発動しちゃったっていう。そうなんですよね。で僕の両親、お母さん兄弟7人兄弟です。うおー、7人兄弟の家めっちゃ多いんですよ。本当にそうなんですけど、僕のその実家隣に住んでた、家族も7人兄弟なんですよ。何なんですか、八丈島って言ってるのに8じゃないんですよ。そうなんですよ、1個足んないっていう。いや、あたちゃんこの話やばくないですか。いや、すごいですよねこれ。いや、少なくともこの家系ってすごく血が濃くて、なんか母曰くですよ、タカちゃんの母曰く、一番最初に八丈島に、流刑されたのが浮田秀家さん。ほうほうほう、知ってます、はいはい、なんか血筋がそうらしい。僕なんかそうらしくて、母曰くですよ、はい、僕は信じてないんですけどね。いや、本当、僕の母親は結構名家とは言わないですけど、なんか本当一族有名な方ですよね。有名な方なんですよ。なんせ顔も似てるものでして、兄弟親戚みんな僕の顔なんですよ。島歩けばみんな気づくみたいな、結構そういう家系だったりするのもあったりとか、家紋があるんですけど、浮田秀家の、はい、で僕の家にも家紋があるんですけど、
なんかちょっと似てるっていう話もあったりだとか。あれ浮田秀家ってあれ家康の。そうですそうです、あの武将ですね。ですよね、ゆかりの。はい、桶狭間で一緒に戦ったのかなんかなんですけど、家康に背いてしまって島流しが始めて、でも家康はその浮田秀家を殺したくなかった。そう、あれなんか結構関係性、多分関係性は良かった。ありますよね、はい、すごく強かった武将だっていう。そうですそうです、岡山出身で。あれなんなら花の刑事にも出てきませんっけ。出てきます出てきます。ですよね、はい、出てきます。有名な武将なんですが、さっき言った多分その思想犯というところで言うと、当時で言うのは染めてしまった切腹だったんですが、生き残すために八丈島に島流しにさせたっていうのもあって、でこれ本当なんだなって僕思ったのが、調べた結果ですね、八丈島は方言がものすごくあるんですよ、本当に聞き慣れないような、一応東京都なんですけど、うん、何言ってるかわからないような、例えば、人が亡くなることを丸部って言うんですね。何丸部って言うんですか。丸部、はい、はい、あの人が亡くなったよって話は、あの人が丸ぼやとかって言うんですよ。これ意味わかんないじゃないですか。わかんないです。このルーツが実は京都とか岡山の言葉なんです、ね、へえ。ってことは浮田秀家さんとかが、まあ、来られて、ね、いろんな人が、思想犯の人が言葉を教えたっていうのが事実としてあるからっていうのが、うん、あったりするんで、島流しは実はあったんだっていうのが、歴史として分かるのが言葉の使い方だったりするんで、結構本当不思議が詰まってる島なんですよ。いやー、まあそうですね、日本ってね、はい、そういう歴史がね、良くも悪くもあって、そうなんですよね、うん、で色濃く残ってるのがやっぱりこの呪いだったっていう。うわ、すげえ話でしたね。ありがとうございます。日本にはいろんな、まあ、言い伝えとか、はい、ね、後々こう語り継がれてる話があるんだなっていうところで、はい、そうありがとうございました。ありがとうございます。ぜひお願いいたします。はい、お願いします。今回ですね、コラボの方をさせていただいておりまして、スモドラオカルトベースさんの概要欄貼っておきます。こういった話でたくさん載ってますんで、ぜひ皆さんよかったらですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。というわけでゲストはスモーキードライのあとちゃんと高野智和さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。